この海の向こうには国後島。わあすごいね。なんか白い点々見えるでしょ。あれ多分ロシアが作った建物かな。今僕関西空港にいるんですけど、今から国後島を見に行きます。国後島はね、皆さんもご存知の通り北方領土なので、日本だけど日本人が行けない島なんですけどね、見ることはできるんですよ。北海道の羅臼っていう町と、あと標津っていう町、あとその羅臼と標津の間の海岸線の道から国後島よく見えるらしいんですよね。そんなの気になりますよね。ちょっと見に行ってみます。で、天気のいい時は国後島側になんか建物が見えたりするらしいんですよ。ダーチャっていう別荘みたいなやつなのかな、が見えたりとか、あと夜にね、車がこう走ってこうヘッドライトがちょっと見えたりとかね、するらしいんですよ。それも気になりますよね。ちょっと見に行きましょうかでね、国後島はね、北方領土なので領土問題があるわけですよね。その話とは切り離せない場所なんですけど、今回はその領土問題に関しては歴史的な経緯とかはあんまり深くは触れないです。その領土問題について詳しいウェブサイトとかネット上にあるのでね、まあ、詳しくはそちらをご覧ください。まあ、でも一応この動画でも少しは触れるかなと思います。ってことで、飛行機に乗るために第二ターミナルに向かいます。で、今から行く羅臼はね、女満別空港が最寄りなんですよ。で、標津の方は釧路が一応最寄りになると思うんですけどね、まあ、今回は羅臼の方から行くので女満別便に乗ります。女満別はね、前まで LCC がなかったんですけど、この夏から2021年の7月からピーチの女満別便が飛び始めたんですよね。まだ飛び始めたばっかりの女満別便に今から乗ります。それも気になりますよね。じゃあちょっと行くわ。ってことで、乗り場に向かいます。新しい路線ワクワクしますね。新千歳以外から北海道に入るのは初めてじゃないかな。しばらくすると動き出しました。ピーチの本気です。猛スピードで走った結果、機体が浮き上がりました。一番テンションが上がる瞬間です。で、関西空港から女満別まではたったの2時間。はーいや、通勤ができるレベルです。はい、しばらくすると謎の湖が見えてきました。新千歳に着陸するときは結構街が見えて、その後に着陸する感じなんですけど、今回は街らしき街はほぼ見えませんでした。はい、これが女満別空港の建物です。味わい深いわ。女満別って書いてるわ。はい、女満別空港の中はこんな感じ。まあ普通の地方空港って感じかな。はい、てことで到着しました。やっぱり飛行機早いわでね、この空港からね、あの網走駅まで行くんですけど、一応この近くにね、駅があるんですよ。西女満別だったかなって駅があるんですけどね、本数が少なすぎてあと3時間ぐらい電車来ないんですよでもね、その隣の女満別駅は特急が止まるから、あとね1時間後か30分後ぐらいに1本電車が来るんですよね。なのでその女満別駅までこのバスで行きます。一応ね、このバスはね、女満別駅じゃなくてその先の網走駅まで行くんですよね。網走バスターミナルが網走駅の近くだと思うんですけど、だから途中電車とか乗る必要ないんですけど、ドスコイはどうしてもね、電車 JR 乗りたいんですよ。だからちょっとこれ乗って行きます。時刻表はこんな感じ。今11時過ぎなんですけど、11時半だ。もうちょっとで来ますね。これ全部飛行機と接続しているみたいです。結構本数ありますね。で、ドスコイが降りるのはこの女満別空港から乗ってもう3つ目、女満別十字街。ここが確かね、駅から近かったと思うんですよね。女満別駅からだいぶ経ってから発車しました。15分遅れです。なんか接続してた丘珠空港からの便が遅れてたみたいで、このバスも遅れました。だから電車乗ろうと思ったんですけどね、結構ギリギリになっちゃうのでもう諦めました。万が一乗り遅れたら2時間電車来ないですからね。北海道舐めちゃダメです。はい、しばらくするとまた北海道らしい景色が見えてきました。で、これ網走刑務所です。有名なやつですね。うわー、刑務所してるわ。はい、てことで網走駅前に着きました。丘珠空港から来る飛行機がなんか遅れたみたいでね、で、あのバスも発車すんのがなんか15分ぐらい遅れてね、だからもう女満別駅からの特急間に合わないからもう普通に来ました。日本、あ、そうそう、これこの日本レンタカー、多分ここでドスコイ予約してるんですよ。
で、ね、1時に予約してるから間に合わなくなっちゃうから、うん、だからもう来たわ、うん、で今ちょっとお腹空いてきたしちょっとご飯食べるわ。いやー、バシリ久しぶりだわ、うん、あ、今電車見えたわ。ちょっと今映ってなかったと思うけど、あ、今ちょうど電車来た。見てほら、どすこいね、これに乗ろうと思ったら、これほら、これに乗ろうと思ったんですよ。あ、そっか、じゃあほぼ同じ時間だ。やっぱ電車早いですね。まあ電化しない特急ですよね。ここで食べます。はい、で食べたのはこれ、イクラと鮭の丼です。思ったよりイクラはでかくはなかったんですけど、この鮭が美味しかったです。いやー、美味しかったわ。あれで1300円、うーん、安い、高くないでしょ。あれで1300円って安いんじゃないですか。まあ、ちょっとわかんないですけど、でも10分前になったので、はい、じゃあレンタカーの何、あの手続きします。はい、てことでレンタカー借りました。おー、今回ね、いつもなんか貧相な何 K っていうんですか、ちょっと車の名前わかんないけど、一番安いやつにしてるんですけど、今回ね、安いやつがなかったんですよ。もう全部売り切れっていうか、みんな出ちゃっててね。んだ、これなんかヤリスってやつかな、いつもよりなんか普通の車というか。で、その国後島が見えるラオスまで、この網走から2時間で着くんですよね。100キロ離れてるんですけど、2時間で着くんですよ。まあ2時間だったら結構すぐですよね。でもなんか鹿がね、結構いるとか、あの日本レンタカーの人が言ってました。うん、だ、鹿と追突する事故がなんか4件連続で昨日起きたとかしたのでね、まあちょっと気をつけて運転します。あ、ちなみにこのレンタカー丸1日1時に借りて、明日の1時に返すんですけど、それで9800円ぐらいだったかな、保険とか全部入れて。まあ安い、高い、それもわかんないですけど、まあまあまあ、そんなもんじゃないですかね。はい、ってことで出発しまーす。よいしょ。北海道の運転、まあ北海道の運転初めてじゃないんですよね。もう2回ぐらいやってるんですよね。うん、だからまあまあまあ、別に、でも北海道の運転手さん難しくないんですよね。真冬の雪積もってる時はね、難しいと思うんですけど、今みたいに雪とか積もってない普通の時は、むしろ簡単なんですよね。まあ、鹿とか出てきたらちょっと怖いかもしれないけど。もう今日はね、気温もちょうど良くてね、ちょうど、ね、窓開けたらちょうどいいわ。だから今クーラーとかつけてないです。今ね、乗ったらクーラーつけようかなって思うぐらい暑かったんですよね。そう。一応今10月なのにね、結構10月って北海道だったら結構寒いじゃないですか。そんなのどうでもいいよ。今近くに学校がありますとか言うからどうでもいいですよ、そんなことね。何言ってんの。うーん、運転楽しいわ。いつも家にいる時でも運転はするんですけどね。まあやっぱいつもと違う車だし、あと景色も違うしね、北海道で運転してるっていうのがまあ楽しいですよね。で、この日はね、この紅葉がめちゃくちゃ綺麗でね、もう最初から最後までずっとメルヘンチックな車窓でした。で、今ちょっと車止めて外出てきたんですけどね、めっちゃ綺麗。今最高のシーズンですね。何、紅葉のシーズンなのか今。全然知らずに来たけど、ちょっとどれぐらい触ってるかわかんないですけどね。てか天気悪いのが残念だな。ほら見てね、これなんかファンタジーですよね。わー、綺麗だわー。しばらくすると峠してきました。そう、これ知床峠です。これを越えるとラオスの町に着きます。この峠かなり険しい峠で、気温が下がると閉鎖されたりします。この日は気温高かったから問題なかったですけどね。で、今車止めて外に出てきたんですけどね、すごくない、これ何これちょっと怖いんですけど、これ何、これ全部枯れてるんですよね。だ、寒すぎてもうね、秋を通り越してここは真冬みたいな感じになってんのかな。国後島見に行く前にこんな景色あると思わなかった。さっきからずーっと絶景なんですよ。すごいですよ。はい、ってことでラオスの町に着きました。ラオスじゃなくてラウスです。で、ここが国後島が見える町なんですよね。もうちょっとしたら海岸の方に着きます。今日見えるかな、なんか天気めっちゃ悪いけどな、雲いっぱい。あ、でもなんか今見えたぞ。いや、見えてるぞ、あれは。多分ですよ。いや、あれ見えてんじゃない、なんか向こうに山みたいなの見えるけど。ちょっと皆さん多分見えてないと思うんですけどね。国後島展望塔みたいなところがあるんですよね。そこ行くわ。車で山を登ること約10分ぐらいかな。これが国後島が見える展望台です。はい。ってことで着きました。この車運転してきました。国後展望台。
この後ろにあります。なんか展望台って感じだけど今でもこれ見たいですよ、ラオス国後島って書いてある。ちょっとカメラ変えるわ。おおすごいぞこの上から国後島がめっちゃ綺麗に見えるはずです。だってさっき下からでもちゃんと見えましたからね。いや上からだったらかなりよく見えるんじゃないかな。ちょっとこの GoPro に拡大できないかちょっと見えにくいかもしれないけど、よいしょよいしょ。あ、見えてる見えてる。うわ、すごいね。見えてるぞ。ちょっと iPhone にしようか。うわー、ちょっとうっすらなのが残念ではあるんですけどね。でもしっかりと見えてますよ。これが国後島です。今、ロシアが、今ってかもう何十年も、ロシアが不法占拠してるこの国後島です。すごいな。ほんと目の前だな。で、このラオスからその国後島までの距離は、25キロだったか、20キロちょっとなんですよね。だからまあ上野から真っ直ぐぐらいって言って分かるでしょ、どれぐらいか知らないけど。で、めっちゃ近い。こんな、北海道のこれ本土ですよ。北海道からこんな目の前でロシアが不法占拠してんの？すごいな。でね。国後島なんですけど、国後島って今どんな風になっているかっていう景色ってネットで検索したら出てくるんですよ。 YouTube の動画でも国後島ってね、ビザなし交流っていうのがあってね、まあこの辺に住んでる人かどうかわかんないけど、あの元国後島に住んでた町民というか島民の子孫の方とか、あのお墓があるらしくてね、そこにお墓参りにあの行ったりできるらしいんですよね。年に1回か2回か分かんないですけど、あと元国後島島民の子孫以外だと、大学のなんか研究チームとか、なんかそういう方々とか、なんかまあその限られた人々だけがね、そのビザなし交流っていうので、あの国後島に行くことができるチャンスがあるんですよ。年に数回か1回か分かんないけど、最近はコロナでもうないかもしれないですけどね。で、それで多分行った人なのかな、が、国後島にね、行った動画を上げてました。確かに国後島だったと思うんですけどね。で、それ見たんですけどね。まあ、これ国後島ですけども、もう完全にロシアです。もう日本の面影ゼロです。で、もう普通になんか家が並んでて、あと商店みたいなのがあって、あ、マスクちなみにあの一人なんか外しますけどね。サハリンにね、昔ドスコイ行ったことがあって、その時の様子も動画で、ね、このチャンネルで出してるんですけども、初期の頃にね、出してるんですけど、あの景色とまあほぼ同じ。あれよりももうちょっとこう、もうさらに田舎にした感じですよね。まあ、あそこ、だってへき地なのでね、日本側からしてもまあ、結構まあへき地というかね、端っこですけども、ロシア側からしてもへき地ですからね、そう、舗装されてない道。のところになんか家がポツンポツンポツンとロシア風の家が建っている感じ。でも最近はね、ちょっとロシア側も北方領土の方もなんか力を入れ始めたらしくてね、なんかお金を結構投資して道をこう綺麗な道を整備したりとか、あと空港を綺麗な空港を作ったりとかしてるんですよ。そうだから国後島空港あるんですよ。すごくない？空港あるんですよ、この島。不法占拠した上に空港まで作ってんですよ。すごくない？で、その空港ももう完全ロシアした。簡易的ではあるんですけど、もう完全ロシアの建物っていう感じの空港なんですよ。で、この国後島のこの大きさはね、沖縄本島と同じぐらい。めっちゃでかくないですか？で、人口は7000人。まあ、7000人って多いのかな？まあ、都会ではないけど、でも7000人のロシア人が住んでるってすごいですよね。で、住んでるのは全員ロシア人。で、まあ、全員白人かどうかわからないけども、多分白人が多いと思いますよ。すごいな。ここ普通に日本なんですよ。まあ、北海道だからね、本州とか本土とはちょっと様子が違いますけど、建物の感じとかちょっと違うけども、でも普通に日本なんですよ。なんですけど、向こう行ったら白人さん住んでるんですよ。すごくない？で、ここに地図があるんですけど、ちょっとわかりにくいですけど、ね、今ラオス、ここにいるわけですよね。で、今、この向こうに見えてる、あれ見えてるでしょ？あれが、この、国後島ですよね。んで、泊さんとか、なんか、下登りなんとかとかいろいろありますけどね。この辺りだったかな？に、古賀マップっていう、まあ、国後島の中心都市ですよね。日本が普通にここ当時してた時、古賀マップっていう街が中心部なんですよね。で、ロシアが不法占拠してからも、引き続きその古賀マップが、この国後島の中心部になっているそうです。で、ちなみにさっき国後島に空港があるって言いましたけど、飛行機以外にね、船も出てるらしくて、この国後島から、この横のこの、エトロフ島を通って、あと何個か、まあ、北方領土通るのか分かんないけど、寄港した後に、サハリンのコルサコフ、
そう、そのコルサコフもドスコイ実際に行って動画出してますけど、そのコルサコフまで行く船があるそうです。すごいですよね。いや乗ってみたいわその船。まあ、絶対乗っちゃダメなんですけど、ていうかそもそもこの国後島とかエトロフ島は行っちゃダメって日本政府が言ってますからね。それは当たり前ですよね。不法占拠してるところにね、外国人として、日本人は外国人としてここに行っちゃダメですよね。でね、この国後島はさっきから何回も言ってるようにロシアが不法占拠してるんですけど、プーチン大統領、まあ、ロシア政府はね、全く多分返す気ないんですよ。うん。本当は返さなきゃいけないんですけど、まあ、返す気ないんですよ。なんですけどね、たまに経済的に困った時とかにね、プーチンが、返そうかなみたいなことを言い出すんですよね。なんかね、日本政府に期待を持たせるようなことを言ったりすることがあるんですよ。今まで何回もそういうことが確かあったんですよね。で、一回あったのがね、じゃ、国後とかその向こうのエトロフとか合わせだけども、共同で投資しないか、みたいな。だから、ロシアと日本が共同でこの島を、共同プロデュースじゃないけど、共同で、日本でもあり、ロシアでもあるみたいな街にしないかみたいなことを言ってきたことがあってね。どういうことって、ネット上ではね。いや、それ、ロシアと日本で統治するということは、それ、新しい国を作るのと一緒だって。ロシアと日本が協力して、新しい国を作るのと一緒だから、いや、それはおかしいって言って。でも、この国後島に住んでる人たちってね、そんな不法占拠した状態の島で生まれ育つとか、どういう気持ちなんだろうと思うけどね。まあ、でも一応確か、サハリンもそうなんですけど、サハリンとかこの国後島とか、このね、極東地区かな、ここに住んでる人たちは、なんか年金がね、なんか30代ぐらいからもらえるとか、もうすごくなんか国からすごいもう福利厚生が厚いというか、将来安泰なのかな。ここに住む代わりにいろんないい条件を与えてもらってるらしいですよ。で、今生配信やってたんですけどね、生配信やってるうちに夜になったんですよ。で、夜になったらね、国後島の方がね、光ってるんですよね。多分船だと思うんですけど、いや、でもね、結構、なんか、船ね、こっちにも船あるんですけどね。こっちの船はね、ほら、こう海だから、こう、なんていうの？こう入れてるというか、ちょっと動きがある感じなんですよ、こっちもね。でも、あれはね、なんか、灯台か何かかな？ちょっとわかんないけど。ってことで、もう夜なので、車乗って、ホテルチェックインします。今日ね、ラオスの、この近くのホテル、撮ってあるんですよ。ホテルの部屋はこんな感じ。ラオス第一ホテルっていうホテルに泊まりました。一泊1万円ぐらいかな。喫煙の部屋だったら6000円ぐらいで泊まりました。なんか、和室と洋室がなんか混ざったような謎の部屋でした。すごい良かったですよ、でもここ。ホテルで3000円分のクーポン券もらったので、ラオスの街にご飯を食べに行きます。はい、ちょっと夜だから分かりにくいんですけどね、ラオスの中心部はこんな感じ。このね、イサミ寿司っていうのが美味しいってさっき、ホテルの人に教えてもらったんですけど、やってないっぽいな。なんか電気ついてないもんな。まあでもこの街、なんだかんだで栄えてるっていうか、別にまあ地方都市ですけど、田舎町、田舎町だけども、なんか、お店がちゃんとあるというか、そこ、国後島ですからね。そういう立地にしたら、それなりに栄えてるというか。なんか、国後島方面めっちゃ光ってるけど、これ何これ船だと思うけど、船だとしてもかなり国後島に近いよ。あれ、だって日本の船とは限らないもんね。ロシアの船来てるかもしれないもんね。だってロシアは国後島ロシアだって言ってるんでしょ。ってことはこの辺りも了解だっていうふうに言ってるんじゃないの。ちょっとわかんないけど。異様な光景だ。で、さっき光ってるって言ったやつ、あれでね。だから光ってるって言ったやつが増えてんですよね。何これ向こう側が威嚇してんのかな、なんかわかんないけど。いや、ちょっとこっち行くわ。こっちもなんかね、飲食店があるっぽいんですよね。Google マップを見たところによると。おお、知床食堂やってるかな。これ確かね、使えたと思うんですよ、これ。使えなくてもいいわ、最悪。なんか美味しそうな、なんか、いろいろ黒ハモ丼とかなんか独特なやつ。1300円。うわ、美味しそうだな。ちょっと開いてるからか知らないけど、行ってみよう。やった、使える、これだ。普通のラムネ。今回頼んだのはこれ、ホッケ。ラオスはね、ホッケが有名らしくてね、さっき生配信の教えてもらったんですけど、ちょっとせっかくなので食べてみます。普段焼き魚なんてね、食べ酒食べないんですけどね。いやー、美味しかったわ。ホッケってあんな味するんですね。
今まで食べたホッケの中で一番美味しかった。もう今までホッケの焼いたホッケを食べてね、うわー美味しいって思ったこと一回もないんですよね。ホッケで美味しいって思えたのは革命ですよ。相当ですよ。チキチキチキチタ。で今次の日の朝になったんですけどね、服は同じなんですけど次の日なんですよ。今日ね天気がなんかそういい感じなんですよ。なんか昨日より天気いい気がするのでね、ちょっと今からもう一回展望台行きます。で今日は国後島が見えることで有名なもう一つの町標津町にも行きます。それも気になりますよね。ちょっと今から車乗って行きます。はい、チェックアウトしました。昼間っていうか明るい時のこのホテルはこんな感じ。ラオス第一ホテル。なんかこれすごい霜張ってますよね。張るっていうんですかこれ。あらうまくいくのかな。あ、めっちゃ綺麗になった。お、すごいね。ワイパーってすごいね。めっちゃ綺麗になった。急に HD 画質だ。ってことで今日も国後島を見に行きます。今日は最終的には野付半島まで行きます。朝7時半のラオスの様子です。ここラオスの中心部。昨日夜だったからよく見えなかったでしょ、だから今ね、今明るいから、ちょうど見えるんじゃないかな。ほらこんな感じ。まあ朝早いからね、お店も一つも開いてないし誰もいないけど、車も少ないしね。でも結構ね栄えてますよ、ここだってね地図でラオスの場所を確認してほしいんですけど、結構北海道の端っこの方なんですよね。にしてはね結構お店ありますよ、普通に最果て感があんまないっていうか、ね、結構お店っていうかなんかね街でしょ、ちょっとしたね、すごくない？はい、ってことでまた展望台の駐車場に戻ってきました。朝になった次の日をまた来る。どうすこれ、どんだけ国後島好きなの。はい、これね昨日も行った展望台。今日のが天気いいと思うんだな。ちょっと雲あるけど、またちょっとね行くわ、上上がるわ。はい、今日の国後はどうかな。うわあ、ダメだ、逆に見えないわ。雲がなんかいっぱいあってね、なんか太陽が眩しくて一応見えるけど昨日のがいいわ。でね、このこっちの方にね、標津って町があってね、車で40分、さっきも説明したんですけど、そっちの方にね、ちょっとこの海岸沿いにピューっとか走っていくわ。海岸沿いを走ってまーす。ちょっとカメラ横向けれないからあれなんですけど、ずーっと国後島見えてます。今左見たらずーっと国後島が見えてます。展望台から見るよりね、下から見た方がちょっと見えやすいわ、国後島。ほら、見て見て。北海道ならではのシェルターです。おー、かっこいいね。いや、いいね。おー、雪が降った時のための何かだと思うんですけどね。あら、かっこいいわ。で今車止めれるとこがあったから止めたんですけどね、ほら見て、下から見た方がよく見えるわ。ほら、国後、おー、いいね。でね、そういえば昨日言うの忘れたんですけどね、国後島とか択捉島とかその北方領土は犯罪の舞台になることが時々あるそうです。麻薬取引とかするのかなんかわかんないけどね、結構そういうことが行われたりすることがあるそうで、警察はもちろんあると思うんですけど、手薄というかなんでしょうね。あとね、ロシアのメゾベージェフ大統領、今はプーチンかな、その前の大統領がね、この国後島に来たことがあります。めちゃくちゃそれ問題なんですけど、よくないんですけど、何年か前にね、ここにメドベージェフが来ました。で、その時も水産加工会社がこの国後島にあるらしいんですけどね、水産加工会社を視察したそうです。あと空港とね、いや、わざわざモスクワからねここまで来たのね、メドベージェフ、ちょっと日本に喧嘩売りに。はぁ、はい、ってことで標津町の中心に着いたんですけどね、多分これ標津町の中心だと思うんですけど、ラオスと全然違うわ。結構田舎ですよね、これね。あ、でもだんだん都会になってきたわ。街ですね。ああ、街だわ。ちょっとわかるかな。ラオスの方が都会のような気はするけど、まあまあ街ですね。おー。国後島に最も接近できる野付半島までドライブは続きます。国後ドライブ。はっ、見える？見えない？見える？見えた。
くなしり、くなしり、くなしりドライブ。はっ、はい、ってことで野付半島の眺望展望パーキングかなってところに着きました。こうやって止めてね、まあ景色見てくださいみたいなところですよね。あの今いるのがね、あの野付半島ね、これね、ちょっとなんか地図なんか白くなってるけど、こういうなんかこう細い半島なんですけどね、のまあこの辺かなにいます。でね、だからね、でね、地図見たらね、ほら国後島にだいぶ近づいてるでしょ、これね。ラオスとかよりもね近づいてるんですよ。さっきラオスはまあ、この辺なわけですけどね。ほら。ね、ラウスと標津ね。で、あの、まあ近いけど、この野付半島さらにこう、ほら、接近してるでしょ？だからね、景色が違うんですよ。あの、国後島の見える景色が。すごいですよ。ほら。あのね、あ、カメラでどこまで伝わるかな？なんか白い何かが見えるんですよ。なんかほら、なんかあるでしょ？これなんか白くない？ほら、なんか白い点々見えるでしょ？あれ多分ロシアが作った建物かな、なんか、それか白いなんかこう、岩肌が見えてるだけなのかわかんないけど、あの、ラオスとか、標津から見るよりも、もうちょっとはっきりといろいろ見えます、なんか。ちょっとこの下の海岸行ってみようか。はい、海岸のとこまで出てきました。おー、すごいね、海きれいというか、まあ、北海道に海はそんな求めないけど、おー、そう。ね。この海の向こうには国後島、うわー、すごいね。でもあそこからずーっとカムチャツカ半島までずーっとロシアの世界が広がってるんですもんね。で、ずっと前にあの Google マップ実況で紹介しましたけど、ペトロパブロフスクカムチャツキっていう街とかね、あるんですよ。エトロフ通り、さらにずーっと北に上がったところにね、にもロシアの街ってあるんですよ。うん。で、ここからずーっとそこまでロシアの世界が広がってるんですよ。で、もう一度言いますけど、不法占拠ですけど、それちゃんと言わなきゃね。あれですけど、まあ、あの、実際のところね、ロシアの世界広がってるんですよ。はあ、だからあそこの島に上陸すると、標識とかも全部ロシア語で書いてあるし、あの、国後島の中心部は、ウルカマップだったかな？は、比較的、あの、道が整備、最近されてるらしいんですけど、そこ以外はね、もうほんと手つかずの、ほぼ道と自然しかないようなとこだと思うんですよ。その自然、あの道も舗装されてないと思うんですよね。だから多分あそこに今から船で行ったとしてもね、上陸してすぐは、なんかロシアなのか何なのかよくわかんないと思うわ。普通に北海道と同じような、普通のこの北海道本土と同じような自然が多分広がってるだけなんだと思うわ。で、ちょっと走っていったら、なんかあれみたいな、ロシア人の家みたいな、別荘がちょこちょこって並んでて、ロシア語が書いててみたいな感じなんだろうな。で、ウルカマップって中心部まで行ったらもう完全にロシアの、まあ、地方都市というか村みたいな集落があるっていう感じなんでしょうね。わー、行ってみたいな。ほんとすぐそこなのにな。ほら見て、すごいでしょ？もうこれだけですよ、陸。あとは、海、国後ですよ。ここすごいですよね。今、後ろから車来てないから止めて撮ってるんですけどね。あー、いいね。最高だな。あのね、なんかこう、斑点みたいなの見えるでしょ？なんか白い斑点みたいな。あれね、もしかしたらロシア人が作った街かもしれない。ちょっと違うかもしれないけどね。Google マップの、あの衛星写真で見る限りね、この野付半島側にも、なんか街が、見えるんですよ。衛星写真で見る限りね。何らかの、あれ、もしかしたら軍基地かもしれないけどね。何回も言って申し訳ないんですけどね。建物に見えるけどな、あれ。なんか立ってるように見えるけどな、違うのかな。いやー、行きたいわー。まあ、国後はまあ行けないのでね。とりあえず網走帰るわ。この車、返しに帰るわ。すごいな、この景色も。なんか、ここは国後って言われてもなんかわかんないかもしれないな。ってことで、網走に向けて走り出しました。だいたいこんな感じの景色だったんですけど、網走に着いた瞬間、こんな感じ。ラオスとかに比べて、はるかに都会です。こんないい感じのショッピングスポットもあったりしてね。はい、ってことでね、これレンタカー返しました。あー面白かったわ。で、今からね、今日一応網走でね、一泊するんですよ。以前泊まったことがあるシーサイドステイっていうところ。おー、いい名前つけるね。お弁当惣菜国後。僕国後結構遠いのに。まあ、国後さんっていう名前の人かもしれないからなんとも言えないですけど。お、この横の建物もいい感じの廃れ方ですね。味わい深いわ。おー、いいね。はい。だいぶ近づいてきました。もうほんと目の前です。この階段の上にあります。お、なんかロシア語書いてありますね、これ。
見て、ディギディギディ、ね、むすぶりち、なんか書いてありますけどね。この階段全部登ったらもうそこにあるんですよ。うん、あ、ただあれですよ、この階段登らないといけないってわけじゃなくて、他にも行き方あるんですけど、桂台っていうね、JR の駅から道を歩いてこれます。ただまあそっち、その JR の駅ちょっと本数少ないんですけどね。まあまあまあいいよ、ちょっとやつ行くわ。あ、から全部登った。はい、国境止まるの。これです。この横にね、オーナーさんが住んでてね、ちょっとまあ、とりあえず声かけるんですよ。このベルコの横です。はい、てことでチェックインしました。これ、ほら、うわ、1年前と全く変わってないわ。おー、ここね、もういいでしょ。でも見たらわかるでしょ、いいでしょ。どすこの説明いらないでしょ。ね、この細長い感じでね、これ独り占めできるんですよ。で、すごいでしょ。まあ、本当はさ、ね、2人とか3人とかね、まあ、家族とか、まあ、カップルとか、できた方がさ、楽しいと思いますけど、まあ、どすこは1人で楽しめる人なのでね。そう。で、ここね、特にね、朝がね、いいんですよ。ここでね、寝て、で、朝、ふいってこう起きるでしょ。で、左見ると、こうやってね、外の景色がね、ぽーって見えるんですよ。でね、ほら見てよ、この紅葉。ほら、いろんな色がね、色とりどりでね、ね、いいでしょ。ね、いやー、季節を感じますね、ほんとね。いやー、ここで一泊嬉しいわ。はい。で、次の日の朝になったんですけどね。今から空港に向かいます。で、来るときに、女満別空港から網走駅までね、電車、JR 乗れなかったでしょ。でもね、今回は、ちょうどいい時間に電車あるんですよ。この網走駅から、西女満別駅まで行く、まあ、電化されてない電車、まあ、列車があるんですよね。うん、それに今から乗ります。普通、北海道ってね、新千歳空港以外は、基本的に鉄道では行けないと思うんですよね。だってバス連絡じゃないですか。でもこの網走はね、行けるんですよ。わあ、網走駅も秋満開だわ。はい、これ乗っていきます。しばらくすると動き出しました。網走から西目満別まで20分ぐらいだったかな。めっちゃ早かったです。結構スピード出していますよね。やっぱりバスより鉄道の方が乗り心地がいいわ。はい、ってことで着きました。西目満別、すごいな。もう森ですけどね。ここが目満別空港の最寄り駅で、ドスコ以外に誰もおりませんでした。で、一人立ってますけどね。逆方向の電車に乗るのかな、わかんないですけどね。はい、で、ここからね、これ見てこれ、これ駅舎これだけですよ。空港最寄り駅とは全く見えない。ほら、こうです、駅前すごいな。わかります？で、駅ね、これだけです、駅すごいな。いえー、はい、さよなら電車くん。まあ電化されてないですけどね。まあ、この電車くんは今から縁があるまで行くってことでね。まあ頑張ってね。うん、はい、じゃあちょっと行くわ空港本当に着くの？この先空港あんの？まあ、空港はね、方角的には向こうになるんですよね。まあ、最初だから駅出てすぐは逆方向に歩いて行って、で、くるっとこっちに、まあ、曲がるって感じですよね。まあ、ちょっとね、なんか歩いて24分くらいかかるらしいんですけど、2キロあるらしいんですけどね。まあまあ行きます。わあ、すごいな。メルヘンだな、この景色。わあ、やっぱりね、紅葉の時期いいですよ、皆さんね。雪の時期にね、どすこい今まで、やっぱり北海道は雪が降るね、真冬に来るのが一番いいって思ってたんですけどね。いや、秋もいいな。わあ、あれ駅ですよ、駅。次ね、今10時40分なんですけど、次12時25分まで、遠軽方面行きは来ないそうです。で、網走行きはあと13分後くらいに来るのかな。だから一人待ってたんですね。ん？ちゃんとね、利用者がいるんですよ。まあ、誰もいないからマスク取りましたけどね。この西目満別駅、あ、ここにほら、看板かたってるでしょ。この西目満別駅はね、別に空港ができたから、そのアクセスにできたわけではなくて、逆みたいです。駅が先にあって、目満別空港が後からできたっぽいです、多分。ん？そうそう。だからもう全然、多分この駅をね、空港アクセスの駅として使ってる人ほとんどいないと思いますよ。ほんと、すごい見たら物好きだけだと思います。よっぽど鉄道で行きたい人だけだと思いますよ。普通バスで行きます。バスだったらね、その飛行機の発着に合わせたダイヤで、バス運行されてるんですよ。1日7、8本あったかな？あ、さっき一人いたし、まだ待ってるわ。あとでもね、網走方面行きはもうすぐ来るんですけど、わー、綺麗だな。で、空港は、この先。あと20分ぐらい歩きます。
この先から大阪に向かう飛行機が飛んでる空港があるとは思わない、思えないな。すごいな。うわーすごいな。ほんと北海道、北海道してるわ。なんですけどね、向こうになんか建物があってね、見えてるかな、あそこ、あれ空港の建物なんですよこの景色の中に空港あるんですよね。すごいな。皆さんこのルートね、一回試してみてくださいね。面白いですよ。この景色の中にこれ、突然現れる女満別空港。うわーすごい道だな。一応向こうにも綺麗な道あるんですけどね、なんかあの Google マップに載ってる道、適当にあこっちはこっちの道から行こうと思って行ったらこんな道だったわでも女満別空港すぐそこ。あらーすごいね。いや北海道感じるわ。うん、このルートね、北海道感じながら女満別空港行けますよ。いや楽しいわ。急に空港っぽくなってきたわあらーあら、空港らしいね。まだターミナルビル見えないけど。はい、ってことで空港着きました。ちょっと早くあのチェックインしないと。思いのほか時間が過ぎててチェックインがギリギリになったんですけど、まあ、何の問題もなく乗れました。はい、再びビーチの本気です。今度は女満別空港から関西空港に向かいます。この時も2時間だったかな。もう寝て起きたら関西空港に着いてました。ってことで終わり。チャンネル登録してみてくださいね。